クロネコアマズライトチョッピーせーのクロネコチャンネル、イエーイ。あーどうだ、お、それよりもだいぶちょっとやばいんじゃないかなと思われる状態のものが、いやどうだろうな。どうもです、黒猫チャンネルの黒猫です。ありがとうございます。皆様、花粉飛んでますけど大丈夫でしょうか。黒猫は大丈夫じゃありません。でも薬が効いてるんで目がかゆいだけですね。毎回このくだり言ってるんですけど、いや本当にかゆいっすよこれが。さあ今日はね、とりあえずこの子見てもらいましょう。えい、この子です。超かわいいですね。これはフンボルトヒナカブト。先週の松の動画でオスばっかり出てきたやつ、なんとも言えない結果なんですけど、とりあえず3頭ほどね羽化してきてるんでね、ちょっとそれ見てみようかなと思うんですよね。フンボルトヒナカブト、ちなみにエクアドルのカブトムシでございます。ヒナカブトとはいえ、結構でかいですね。そうですね。マルガリータよりもでかいんじゃないかなと思う。それぐらいの大きさです。ヒナカブトなのかーって感じの大きさですね。はーい。ということで、この3頭が羽化してきております。うん。少し洋室広げて、オスかメスか見ていきたいなと思います。いやー、ほんとですね。もう、オスだらけで、オスが10頭、メスが1頭とかいうありえない数になっちゃったんでね。ちょっとまあ、せめて、3頭中2頭はメスであってほしいと思っております。ちょっとオープニングで、ね、見てみましょうかね。いやー、やだな。全部オスだったらどうしよう。もう絶望しそう。まあ、とりあえずやっていきましょう。まずは1頭目ですね。はっ。おっ。羽化して間もない感じですね。ちょっと失敬して、頭の方だけ失敬失敬。お、メスじゃないか。よし、この子はメスです。メス2頭目出た。よし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 、はい、よかったですね。はい、あと全部メスだったらいいんですけど、まあそういうわけにはいかないと思うんでね。せめて、あと2頭中、1頭はメスであってほしいと思う。次開けていきましょう。いやー、マジで良かったですよ、これ。やった！さあ、2頭目ですね。超怖い。あー、どうだ？お？あ、もう 100% オスですね、これ。角が生えてるー。絶対にオス、見るまでもなく、君はオスですね。 100% オスです。あー、ちょっくらね、洋室の穴広げてみました。間違いなく男の子でございます。次はメスだろう。はい、開けていきたいと思います。うわ、わかんねえ、これ。これはわかんねえわ。ほっ、ほっ、ほっ。広げて。さあ、オスか？メスか？いや、これでもわかんねえな。あ、あ、え、女の子？女の子じゃない、これ。よし！角がない！メスです！よかったー。はい、3頭確認いたしましたが、やっとメスがちょっと増えて嬉しい。今メス3頭でございます。まあ、それでもバランス悪いですね。今からどんどんメスが出てくるんじゃないかなと期待したいな。はい、まだこの子はね、ひっくり返って体固めてる感じなんでね、そっとしておきましょう。あー、なんかよかった。はい、ということで今3つ開けましたので21残ってたので、あと18ということになります。18ね。うん、まあでもちょっとメスが出始めてちょっと良かったかな。はい、なんか
これからメスがポポポポと出るんじゃないかなという予感がちょっとしましたね。はぁ、ちょっと気分的に楽になった。よかったです。あー、まあでも余談は許されないですけどね。やった！はい、まあフンボルトについてはですね、ほぼほぼ溶化してると思いますので、また露天ボリボリ状態にしてあげて、浮かびの方をね、チェックしていこうかなとは思っております。これ近日にやりますね。そしてですね、それよりもだいぶちょっとやばいんじゃないかなと思われる状態のものがありますので、こちらご覧ください。今日の本題になります。はい。こちらでございますね。これはババ黄金オニクワ型の産卵セットでございます。まあ、サマセットとは言ってもですね、実は1月28日に割り出した後のカスでございます。で、実はね、卵を6個この中に入れておきました。そうですね、卵だったので、もしかしたらこれでもうまくいくんじゃないかなと思って入れたんですけども、ちょっとこの状態はまずいのかもしれないと思ってます。そこで、今回ちょっとね、出してみようと。まあ、うまいこと言ってたらもう孵化して少し大きくなってると思うんですけど、うまいこと言ってなかったら全滅かもしれません。ちょっとまずいなと思う。はい、とりあえず、開けてみましょう。じゃあ今日もね、頑張っていきます。まずはちょっと開けてみましょう。はっ。なんかそんなにって感じですね。これでうまいこと孵化して食べてくれたらいいんですけど、これ割り出しのカスなんでね、まあ言うたら、あれなんですよ、河原禁止ブロックのカスなので、これ育つとは思うんですよね。いやーどうなんだろう。とりあえずひっくり返します。あ、派手にいっちゃったな。いや、どうだろうな。いや、どうだろう。試験的に？あ、動いてる。幼虫じゃねえか、これ。よし。うまいこと言ったのかもしれない。卵6個仕込んでおいたので、うまくいけば6匹は回収できるかもと思ってます。結構成長してますね。かなり大きくなってるね。この方法使えるなら毎回これしたいぐらいですね。これ、禁止ブロックの、禁止産卵の割り出しのカスなんですよ。菌床が、なんか、柔らかくなってうまいこと言ったのかもしれないですね。ゴム化するんですけど、ゴム化がちょっと和らいでるみたい。この方を使うんだったらね、ほぼほぼ菌床産卵したらいいかなと思います。とりあえず一投目ゲット。かなりでかくなってる。よかったー。ちょっと心配してたんですよ。この調子で6個の卵全部孵化して大きくなったらいいな。うわ！でか、成長してる。これはいい。なかなかの成長ぶり。もうあれだよね、ボトルに入れてもいいぐらいの大きさです。ほほ、すげえ。これボトルに入れようかな。ちょうど、ボトル2本ぐらい余ってるから。うーわー、すごー。かなりでかいです。はい、なんか、すごく有効な方法みたいですね。次回からこれやろうかなと思う。うわ、でっか。よし、二投目すくい出し成功でございます。かなりでかいっす。いいですね。成長してたら探しやすいですしね。はい、6頭ほどいれば、コンプリートなんですけど、中の状態悪くないですね。そら育つわな。さあ、いるかな？あら、二頭さっと出てきたけど、後は出てこないぞ。ん？後が出てこないやん？ 6 頭ほどいるはずなんだが。これがゴム化してたやつなんですけど、結構柔らかくなってるんですよ。全然食べれると思う、これ。はい、こんな感じになることによって、育ったんですね。ゴム化対策にこれ使えねえかな？そんな気もしますよね。うん。なんかこんだけ柔らかくなるんだったらゴム化対策にも使えるかもしれないと思う。あれ？しかし卵6個仕込んでた割には、幼虫ポイポイ出てこないですね。
あ、やっぱり良くないのかな、この方法。ちょっといると思ってたんですよ。うん。あ、なんかいた。ここにいるわ。あ、いた。あ、こんなことしたりするんだ。はい、潜り込んで食ってる。あ、これ結構細かく見ないといけないですね。よし、とりあえずスプーンで取りましょう。卵6個仕込んでたうちの3頭目です。はい、ということで、まあ、あれですね、うん。いいかどうかちょっとまだわかんないですね。6頭見つかれば完璧なんですけど、うん。とりあえずこの子も育ってますね。よかったよかった。あんな感じで出てくるんだったらちょっと割らないといけないですね。細かく見ないといけないと思います。はい、3頭目すくい出しました。さあ、じゃあまあでかい塊はちょっと割ってみないといけないですね。こんな感じで案外めんどくせえな。卵発見しました。これはもう孵化しない感じですね。はい、今ふと思ったんですけど、菌糸は冷凍してないので、まあ、ダニエルとか、それなりにいるかもしれないですよね。その子たちが卵を食べたりとか、そういう恐れもあるなと、ふと思いました。今のところまだ幼虫はね、3頭以上出ていってないです。で、こうやって腐った卵が出てくるということは、あんまり良くないかもしれないですね。なんか孵化しそうな卵も出てきました。これはちょっとプリンカップで管理しとこうかなと思います。はあ。お疲れ様です。ということで、まあ、試験的に、菌床産卵のね、カスの中に卵を6個入れてみたんですけど、結果的に1つ腐ってんの確認し、1つ孵化してなくて、多分孵化しないと思うんですけど、その卵1個を回収し、そして幼虫となって現れたのは3頭でした。あんまりいい方法とは言えないと思いますね。うん、次回からもやらないと思います。はい、ということでね、今日はこれでお別れです。またよかったらね、コメントなんかで感想をお願いします。黒猫チャンネルの黒猫でした。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。